皆さんこんにちは、ゆかです。今回の動画はタイトルからもお分かりの通り、いつもとは少し違う動画で、なぜ今回私は2週間のお休みを取らなければいけなかったのかと、なんで最近顔を映さない動画を作っていたのか、あとなぜしばらくの間週末作り置きや平日晩ご飯などの日常生活における料理動画を上げていなかったのかなど、普段私があまり YouTube では語らない私の私生活についてお話ししていきたいと思います。まず私が今回2週間のお休みを取っていた理由は、学業に専念したかったというわけではありません。ここ1、2年間嬉しいことがすっごいたくさんあったんですけど、その反面悲しいことや辛いこともいろいろあって、でもその時その時ちゃんと自分と向き合って心をリセットできないまま突き進んできてしまっていたんですね。そしたらこう一つ前の学期が終わって、冬休みに入って少し気が緩んだ時に、こうピンと張ってた糸がプツンって切れたみたいに、一気に気力がなくなってしまって、もう何事においてもやる気が出なくなってしまったんです。今まで2年間毎日欠かさずやってきたヨガとモーニングページの日課は途絶えてしまいましたし、朝は起きれず夜は眠れず、それで新学期になって授業が始まったんですけど、学業には全然集中できなくて、自習が全くできていないまま、でも授業は進むし、課題は出るし、テストはあるし、なんかやるべきことは本当に分かっているのに、それに手をつけることが全くできなくて、しまいには料理を作る気力もなくなって、今までみたいに毎日料理を欠かさずするということもなくなってしまいました。今までストレス過剰になると、私はどちらかというと食欲がなくなってすごい体重が減ってしまうタイプだったんですけど、でも今回はその虚無感とか不安感を埋めるために、お腹が空いていなくてもこの口に入れた時の一瞬の美味しさとか幸せを求めて、クッキーとかマフィンとか、あとチョコレートとか、すごい甘いものに手を伸ばすようになっていきました。でも当然食べ物ってこうもう飲み込んでしまうと口の中から味わいは消えてしまいますし、幸福感も薄れてしまうじゃないですか。だからまたその幸福感を求めて、また一つまた一つってこう手を伸ばすようになっていって、一度にたくさんの量を食べるようになっていきました。多分軽度の過食症っていうか過食症の始まりだったのかなって今思うんですけど、それで食生活も生活習慣も健康とは程遠い状況になっていって、動画は毎週必ずどんなに忙しくてもどんなに辛くても上げるって決めていたんですけど、今回はちょっと休憩をとって自分と向き合う時間を作った方がいいなと思ったので、お休みをいただくことにしました。最近上げた動画の中で顔を映さない動画がいくつかあったと思うんですけど、それの理由はそのすごい落ち込んでた期間に涙を流す日が多くて、なのでもう本当に目は腫れてるし顔はむくんでるし、それであのいっぱい食べてたお菓子とかそういうので顔もだんだん丸くなってきていて、なんか今までの自分じゃない顔をまず自分で、あ、そう、そのいつもの自分とは違う顔を自分で受け入れるのも辛かったし、その顔をカメラに映すのも嫌だったので、その時は顔は今回は映さないようにしようと思ってそういう動画を作っていました。週末作り置きや平日晩ご飯の動画を作っていなかった理由も、多分ここまでご覧いただいているとお察しできるかと思うんですけど、もうその週末作り置きをできるような気力もなくて、したとしてもさつまいもをまとめて焼いたりとか、人参とセロリをスティック状に切ってお菓子用にするみたいな、それぐらいだけだったので、特に動画に作るほどでもなくて、平日晩ご飯の動画に関してももう毎日平日に晩ご飯を作るっていう状況ではなかったからです。でもコメントやメッセージの中で、私はすごく健康的な生活を送っていて、この私の動画を見て、また生活習慣を見直すきっかけになりましたっていうお言葉をいただいて、すごく嬉しかった反面、なんだろう、その動画を撮っていた時は本当に健康的だったんだと思うんですけど、今は全然そういうわけじゃなくて、なんかそれがすごい嘘ついてるみたいな気がして嫌で、もうとにかく今は今までのように健康的で楽しい日々が送れるように、少しずつ生活習慣や日課を取り戻している最中です。私普段は割と明るくてポジティブな方なんで、本当にここ 2、3 ヶ月間の私はもう自分でも驚いてます。
やっぱりでも泣いている最中だったり過食に走ってしまっている最中だったりっていう時は、あ、これ取ろうっていう感じにならないんで、別になんか隠してるつもりじゃなくてもそういうのって映せないんですよ。だからなんか私の動画を見て、こうなんか私って本当に健康的なんだなって思っていただくのはすごく嬉しいんですけど、なんか過去本当に 2,3 年っていうか、今まで本当に健康的な生活をしてたんですけど、もうここ2,3ヶ月 1,2 ヶ月はそういうわけじゃなくて、なのでこの動画を通して、私にも苦しいことはあるし泣くこともあるし、なんか料理を作りたくないなって思うこともあるんだっていうことをお伝えできればなと思いました。なんだかんだ完璧な人間なんていませんからね、まあ、完璧な人間なんていないっていうのを、まあ、今私が完璧じゃないからそういうと楽なわけなんですけど、でも本当に完璧な人間なんていないと思うので、私の生活を見てなんか自分の生活と比べて、あ、なんか自分なんてダメだって本当に思わないでほしいんですよ。私も完璧じゃないですし、動画には映らない私が葛藤してる場面もあるので、それで今同じようにすごく暗くて苦しい中戦っている方や、元気を取り戻したい方、あと生活習慣を見直したい方や、もっと健康になりたいという方にご参考になれればいいなと思って、私が今までのリズムを取り戻せるように今積極的に取り組んでいることや心がけていることをまとめた動画を作ろうと思っています。できるだけこの動画を上げた1時間後に上げられるように頑張る予定なので、もし気になる方はそちらをご覧ください。そしてその動画を境にまた週末作り置きや平日晩ご飯などの日常的な料理動画を上げていけたらなと思っているので、またその時はよろしくお願いします。ではここまで見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。